はい、じゃあ続きいきます。レベル9の F ですね。目標は3問。まあいいとこ2問で終わっちゃうかもしれないけど、まあやってみたいと思います。ゼロがたくさんありますね。ゼロ。はい、ゼロはまず全部×にして、これだけでもね、だいぶ情報が絞れるっていうか、操作は絞れますからね。16だから、15、16でしょ？14、15、16。ここまでは OK。ここがありましたね。1、×。だから、13、14、15、16。ここまでね。こっから、ここまでか。まあ、大丈夫でしょう。あと大きい数字は10、10、12。12、11、12。ここまでか。10だと足りないけど、まあ、ここは大丈夫ですね。これいけるかな？ 1 ×、1 ×で、6、7、8、9、10。1、2、×でしょ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。ここまでは大丈夫。よし。こんなもんじゃね？こっからだな。こっから。じゃあまず縦で見ていく？ 6 だから、1、2、3、4、5、6。でしょ？ 2 だから、この辺は、ずっと2ですね、これ。こっから伸ばせなかったな。2だから、ここ、×で。ああ、もうこの、2だな。なんか2が多いですね、縦は。じゃあ、横、ここは、1、2、3だから、ここ、×でしょ。横は、大きい数字もあるけど、小さい数字も目立ちますね。1だから、×か。じゃあ、どうしようか。こっからどう広げていくかだな。252だから、1,2,3,4,5だから、ここは絶対バスか。2,3,4,5。ちょっとどうなるかわかんないですもんね、この辺。1,2×1,2,3,4,5。2縦232だから3でしょ？ここは絶対バツだ。まあ、こっから上はまだちょっと、手をつけないときましょうかね。こういうときは、とにかく×、確実に入らないところを狙って、あ、232はもうできそうだな。こことここは×でしょ？こんな感じ。どっちかに入れば、ここの列の縦は決まるね。232だから、ここ×で、ここ×か。で、こんな感じ？多分ね。123だから、ここから×か。ここから上はまだちょっと手をつけないでおいて、222か。まあ、この中に2が入る可能性もあるから、ちょっと、まだ、ほっときましょうかね。縦22だから、ここは全部×だ。ここも×ですね。はい。122だから、まあ、ここもちょっとほっとこうか。はい。ということで、横を見るぜ。311だから、ここに3が入るわけだ。ね。だから、ここは大丈夫。必ずどっちかということなんで。で、縦1、2。これが1なのか2なのか、わかんないですね。はい。
ここ見ていこう。ここ横10と12なんで、ここは絶対もう×ですよね。入りきらない。この辺に、このエリアに10と12が決まるから、12でしょ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。ここまでは大丈夫。4の9の10だから、ここまでは大丈夫か。よしよしよし、だいぶいい感じじゃないですか。あ、こここうか。4だから、1、2、3、4、ここまでは大丈夫ですよね。10と2だから、これも結んで大丈夫。うん。むしろ10だから、1、2、3でしょ？ 5、6、7、8、9、10だから、ここまでは大丈夫だ。こんな感じかな。さて、こっからどうしようかな。確実な罰はここでしょ？こう、こうなりましたね。222だから、いや、22じゃねえ。縦22か。だから、ま、どっちかなんでしょうけども、ちょっとわからんな。うん、ちょっとわからんな。これは、10の、15か。15。15だから、ま、どっちかについて、わかんないな。113、横113だから、123、ここまでは大丈夫か。うん。ってことは、4222だから、こことここは絶対×。ということは、また横の2122を、こうなるわけだね。はい。どうしようか。1,2,3,4,5,6,7,8×。1,2,3,4,5。逆に考えようか。1,2,3,4,5×。1,2,3,4,5,6,7,8。1,2,3,4,5,6,7,8。ここまでは大丈夫。8だから、1,2,3,4,5。1,2,3,4,5。ここまでは大丈夫ですと。1,2,3,4,5。下に伸びていく可能性もあるんで、これまだ結べないですね、ここ。なんでちょっとまだほっときましょう。ああ、横11決まった。はい。1×1,2,3 っていく可能性もあるからな。ちょっとまだわからんぞ。さて、どこ見ていく？縦2,3,1,1,2。いや、ちょっとまだ。ちょっとまだですね。こっからがちょっと、操作は難航しそうですよね。縦3なんで、ここは絶対もう入らない。はい。1個×ついたから、こっち1個ずついけるってわけですね。1×1,2,3 の線はもうなくなったんで、ここね、横。なくなったんで、3は多分ここしかもう入らないんじゃないかな。仮にここ1個打って×で1,2,3はもう辻褄合わなくなっちゃうから1は多分これなんじゃないかなと思うんだよな。多分ね。1,3,1,1,2,3。これ。これはもうできたということなんで、じゃあ下から2,3,4の×で22×か。2だよね。
2423だからバツバツ。オッケーオッケーオッケー。ああ、横に22ができてる。できてるね。ここもできてるから、上に1234か。はい。ここできましたよね。2011、横ね。右から読んでますけど。じゃあ結んで OK。これで10だ。だからバッツね。はい。ここ縦22も決まります。こうなって113だから横ね。だから5、6、7、8なってバツで1、2、3、4、5。これだ。で、結んで OK。14、15、16。これで16決まりましたよね。はい。んで、持って、121ももう決まってるな、横。決まってるよね。じゃあ、OK だ。311。ちょっとまだ、わかんないっすね。ここは右から22だから、ここ打ってよしでしょ。縦が下から211か。で、3だから、で、出来上がりだ、縦ね。で、今度横見ていくと、283だから、ここから8か。2、3、4、5、6、7、8。はい。で、縦が332だから、ここは絶対バツ。232だから、縦ね。ここもバツでしょ。ここもバツだ。252。なんとも言えんな。232だから出来上がり。232だから出来上がりだ。はい。横は113だから、ここ絶対バツでしょ。となると、122だ。あ、まあ、ここに2が入る可能性もあるか。ちょっとまだわかんないですもんね。さて、どうしようか。結構難しいぞ、これ。あ、ここは2だな。こうか。で、横だから、2122でしょ。まあ、2ですよね。はい。1は、だから、残りの1はここ、この辺に入るってことなんかな。どうしようか。22382。123。ここは大丈夫だな。ってことは、縦が決まる。縦決まるけど、どうなるんだ？1の可能性もあるんだよな。なので、やばい。こっからどうしようか。あと16分30秒。この辺の10と12も決めたいんだよな。ここ決められるか。8だよね。1、2、3、4、6、7、8だから、バツバツ。ってことは、横の12が決まるな。5、6、7、8、9、10、11、12。こうなる。はい。で、今度、縦はまだか。311だから、いやー、まだわかんないっすよね。ちょっとまだですね。でも、ここはバツバツでしょ。332だから、ここ大丈夫だ。で、ここバツで。222だから、要は絶対ここバツになるわけだ。23、ここはできてるね。縦252だから、345だから、ここはバツバツ。
って感じ？となると、3、1、1だからもうあとここしかないね、1は。で、縦10が決まる。5、6、7、8、9、10。決まった。で、横の10も決まるね。5、6、7、8、9、10。こうか。こうですね。はい。で、横の2、4も決まった。2、5、2。どうするんだ、おい。どうするんだ、こっから。マジで。ちょっと手がかりねえぞ。いや、ないわけはないんだけどね。必ず、どっかに突破口があるはずなんだけど、ここわかんないっすもんね。1なのか2なのか。ここ×になると確実にこれが2になるんだけど、どっちも可能性あるんだよな。2122。311でしょう。いや、わかんねえな、これ。ちょっとわかんないっすね。12345。だよね。ちょっと待って待って待って、どっかない、どっかないっすか、どっかないっすかね。どっかって言ったってかなり限られるんだけど。382、ここは大丈夫なのよね。なのよ。いやー、絞りきれない。絞りきれないぜ。ちょっと確実にじゃあ赤にしていこうか。6でしょ。2222。この辺は全部赤で。まあ、あと12分か。324でしょ。上から2311。232325だね、ここね。232333222。この辺がまだ決まってないんだわな。101224。3か。2で。28。20の16。3。1がまだどっちかわかんない。222。で、3がまだ決まってないね。こういう感じ？こういう感じなんだよなぁ。どこなんだ？勘で打つしかねえのかな、これ。いや、そんなわけないと思うんだけど。これも、いや、勘で打ちたくねえな、2だと。張って、ここを打つとか嫌だよな。そんな打ち方したくねえし。あ、まあ、26だから、必ず、そうか、そうか、×まだつけれるとこあったよね。こうか。こうだよね。で、横2だから、絶対ここ×でしょ。ここも×。で、3だから、あ、OK。意外と単純でした。これが突破口になればいいけどな。1×12っていうわけないんで、これはもう絶対1で確定ですよね。2はここ、ここなんで、1、2、3。よし、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 よし。いいぞ、いいぞ。3できて、2も決まりますね、これ。ここ。ってことはさ、これ、252もう決まったんじゃない？こうなって、いや、待てよ。これが、ここか。ってことは、1、2だな。やっぱこれ1だったんだね。2でね、山かけなくてよかったっすよ。1、2。よし、完成は近いぞ。
え？ちょっと待て。1110。だから、こっちだな。はい、夜間？いやー、ちょっと時間かかっちゃったね。3問いけないな、これ。夜間です。はい。いやー、苦戦したね。苦戦したけど、でもやっぱ面白いですね。はい。じゃあ、次 G 行きましょう。まあ、のんびり、じっくりね、やっていきましょうか。うーわー、これはむずい。これはむずいぞ。これはむずいぞ、ほんと。対象でもないしな。1×1×1×で、5、8、9、10、11、12だから、ここまで OK ね。10、11、12。ここまでは大丈夫。こんなもんじゃねえ？こんなもんじゃねえか？ 7 の10だから、5、6、7×。で、7、8、9、10だから、ここまでか。9、10だから、これ結んで OK。こんなもんじゃねえ？あと大きい数字。ああ、上には反対のパターンがあったか。10と7だから。10と7だから、ごめん。ちょっと、頭悪いんでわかんないですけど。4、5、6、7だから、4、5、6、7か。こうか。だから、6の、7、8、9、10。ここまで。は結んで OK。よーし。ここからだな。これ厳しいぞ、かなり。今回かなり厳しいんじゃないこれ。51ならいける？ 1,2,3,4,5 でしょ、バツでしょ、1バツでしょ。で、1,2,3,4,5,6,7。まあまあいけるか。6,7。ここまでだな。あ、じゃあもう一個か。ここまではまあいけます。あとはもう、こんなもんじゃね？3だから1,2,3で×こうですよね。縦3だから2,3で5×で1,2,3こうなるのかな。となるとここ横で見るとここは絶対×なんで、はい、7,6いけそうだな。5,6,7、あ、違う、3,4,5,6,7、バツの1,2,3,4,5,6、1,2,3,4,5,6、ここは大丈夫。逆に、1,2,3,4,5,6でバツで1,2,3,4,5,6,7、1,2,3,4,5,6,7、ここまでは大丈夫ね。はい。から広げていきたいけど、ほとんど同じ数字だし、バツに囲まれてるからなぁ。あ、まあでも、1,2,3,4 だから、横決まったんじゃない？決まったな。4,6は決まった。1だからこうでしょ？まあまあ、まあ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 、まだ、ちょっとほっときましょうか。5だから、下から25、縦ね。25111だから、5だから1,2,3,4,5。ここまで打って大丈夫。同じく、ここも1,2,3,4,5だから、ここまで打っても大丈夫か。だよね。ね。そうですよね。1,2,3,4,5。こうか。ってことは横決まる。1,2,3,4,5,6,7。はい。縦12も決まったね。ここも6だから、1,2,3,4,5,6 ね。これで決まり。1,2,3,4,5。だからここも大丈夫。
はい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 。1、2、3、4、5。バツ、バツ。はい。1でバツ、バツ。1、2、3、4、5。うん。で、残り2つがどうつくかわからないとね。バツだな。もうこの辺ほとんどね、横は1ですよね。ちょっとやりにくいぞ、これ。これは、5、6、7、8、9。いや、マジ、こっからどうしよっか。ちょっと、ほんとどうしよっか、こっから。どっか、何か状況変わる一手がないかな。厳しいか。1だからさ、全部ここ入る可能性あるんですよね。まあ、縦1個なんで、どっか1マスしか入んないんですけど、これ、この数字の1の並び見ると、ほんとどこ入ってもおかしくないっていうか、どうしよっか、1、2、3、ここ大丈夫か。となると、7だから結んで OK。これで6。ってことはこれ1っすね。こうだ。はい。3だから1、2、3、1、2、3。これだけじゃねえ。ちょっと、劇的な変化っていうか、まあ1だから×か。ここ入る可能性もあるんだよな。やべ、難しい、これ、ほんと。ちょっと待って、ちょっと待って。1151。待って、115、横だ、横で見ようか。10決まるね。はい。10決まった。ってことは、縦の1も決まった。こうか。で、7が1、2、3、4、5、6、7か。まあ。でも、どっちにしろ、じゃあ、ここは大丈夫ですよね。はい。こうなって。いやー、これだけでもなー。7入るか、ここ。OK。できたね。よし、じゃあさ、1、2、3だから5バツでしょ ?5 だからまあ、この辺可能性あるか。2、3だから、ここバツバツで考えていいよな。ということは、この中に5が、入んのかね。5は、まあ、ここ絶対5入るわけないから×でしょ ?3、4、5。ここは、絶対大丈夫だ。だね。そうだよね。1、2、3、4、5でしょ ?1、2、3、4、5だから大丈夫だね。1、2、3、4、5で×。はい。はいはいはい。ここからどうする？あと21分。3、1、2、3。あ、OK、1、2、3。で、7が決まるな。1、2、3、4、5、6、7だから×でしょ？で、1でしょ？ 1、2、3、4、5、OK。オッケーオッケーってことは結んでオッケーだね、この辺は。
オッケー。これが5、6、7、8、9だから、まあどっちかだわな。仮にまあそうだな、1、2、3、4、5、6、7×のってなったら10が決まるか。6、7、8、あ、もう確定か。ここいいのか、数え間違いじゃないよね。ここ打って4、5、6、7の×で6、7、8、9、10。オッケー。オッケー、オッケー、オッケー。はい。これも決まるね。6、7でしょ？はい、はい、はい。よーし。で、縦、2、3、下から2、3だから×で、ここも3だから×決まる。5は多分ここ入んのかな？ 1、2、3、4、5。1、2、3、4で、ここ4マスしか空いてないから、これはもう1確定なんですよ。はい。ということは5はもうここしかない。はい。で、縦1、2、3、4、5が決まった。1、2、3、4、5。この辺はもう決まったよね。この5は決まりと。ああ、もう横1だからさ、これもう決まりだわ。ここちょっと見落としてましたね。さあ、難しいのはこっからです。こっからですね。もう1、2、3、4、5でしょ？ 1、2、3、4、5。5、5、5。1、2、3、4、5。横5、1なんで、こうか。1、5。これで決まり。5、1、7も決まったね。5、1も決まった。よし。さあ、こっからですけどね。もう、ほとんど1しかあとないじゃない？ 1 と3と、この3としかないんじゃないか。ねえ、そうだよね。これは大変だな、これ。1、2、3、4、5、6、7、8だから、1×、1×、1×、1×。これで何個だ？ 1、2、3、4つか。1×5、6、7、8。オッケー。埋まる、埋まる、これ。はい。ってことは、ここも同様か。こういう感じ？はい。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。ということは、縦115は決まりでしょ？ここ、まあ、全部1だから、この辺はもう、みんな×だよね。はい。で、この間に入るのか？ 1、2、3、4、5、6、7だから、1、2、3、4、5、6、7。ああ、そういう感じだな、これ。よし。で、当然1だからまた×で、こうなるわけでしょ。で、この間にまた入るんじゃね？ 1、2の1、こう、え？ちょっと待て。3、今、適当に打ったけどさ、1、1、5、1、あぶね、ここ×だ。あぶねー。油断したらいけませんね、これ。で、こうなんのかな？そうですね、この繰り返しなんのかね。間にこう、まあ、お花ですわ。何ですか、これ。ここは1、1、51だから全部バツか、縦ね。1、1、1、5、1だからバツでしょ。ね、
まあ全部1だからどうせ×なんだけど、1、2、3、4、5、1、1、1、5、1だから、こうか。で、この間に打っていく感じ？こうですね。こうなんだけど、横1、1だから、1、1、1、1、こう、違いますね。できてる。1、1、できてる。ここと、ここか。はい。できたー。はい。何ですか？何？ドッキノコ。じゃあ、アジサイ。アジサイか。はい。ちょっと強引な感じもしますけどね。はい。まあ、2問。2問しかできませんでした。今もう35分過ぎて36分ぐらい。なんでね。ここで切りますね。夜間がやたらね、時間かかりましたね。はい。でも、ノーミスだったかな。え？ミスしたっけ？打ち間違いあったっけか？あ、もうそれすらも覚えてねえわ。まあいいでしょう。はい、じゃあ、もう時間いっぱいなんで今回もここまでにしておきたいと思います。ちょっと、難しくてね、なかなか進むペースが上がらないんですけど、まあ、じっくり、ゆっくりやっていきたいと思います。はい。そうですね。そんな感じですね。じゃあ次回もよかったらね、お楽しみにしていただきたいなと思っております。はい。じゃあ今回ここまでご視聴どうもありがとうございました。